そうですね、どんな試合でもやっぱり1回は絶対チャンス来ると思うので、その1回のチャンスをどれだけ決めきれるかっていうところにフォーカスしてずっと練習をイメージしてやってるので、まあそれが要因かなと思いますけど、まあチャンスはいっぱいあるので、全てのチャンスを決めきれるようにもっと頑張りたいと思います。もちろんチームとして、今首位に立ってますけど全然安泰ではないので、優勝をしっかり勝ち取って帰ることと、まあ個人としても結果を出して帰らないとダメだと思うので、しっかり得点を狙っていきたいと思います。